優勝不正職業チーマーハスラー青年実業家みんなで焼肉食べに行こうブレバサシ頼んでビール飲もう Oh, oh, love you so much, love you and I ということで、すいませんちょっと練習させていただきました。やられました。差し押さえとか言って勝手に差し押さえられた50万円非常に困っております。やられましたね。裁判とかも別に何もなくいきなり50万差し押さえられました。なぜかわからない、なぜかわからないっていうか、まあわかる、大体、まあ、あの言ってるやつがっていうのテレパシーも聞こえてるからわかる。いや、なんで差し押さえとかちょっとわからないですね。なんか弁護士の多分差し押さえなんですよね。いやーびっくりしてね、本当に。で昨日の時点で、まあ、40万円ってその上にあるじゃないですか。それは昨日40万円下ろして都民税、区民税払った証拠なんですよね。32万、いくらだ ?8000 円かなぐらい。池袋のやつが言ってるところ、自分のテレパが悪かったっていうことを言ってたっていうこと、ところを切り抜いて、送ってもらいたいんですよね。はい、証拠でね。で、今までね、誹謗中傷してきてるから、返しますよ、返す。また、10万、一口10万円でちょっとお金貸していただける方非常に困ってます。俺、あれだったからね、国民健康保険と、年金も払わなきゃいけなかったのに、いきなり取られた。差し押さえとか言ってたじゃないですか。お盆までに俺が何もなかったら、なんか YouTube 引退するとか言ってたやつがいるじゃないですか。だからそいつが仕掛けてたのがわかります。もうテレパシーもビンビンだし、この間なんだっけ、マイケル・ジョーダンさん1000万貸してくれるとか言ってたけど、マイケル・ジョーダンさんも、連絡ないからね。マイケル・ジョーダンさん待ってますよ。俺は一口10万円で助けてもらえればなって、できれば直振りで三菱 UFJ 銀行、普通蒲田支店普通でちょっと残りのお金はね20万円ぐらいなんですよ。それを今見せます俺の残金見せる。で今見せますね。これここに例の差し押さえたら、ほら、ここ差し押さえって書いてあるでしょ。差し押さえ50万ね。で、こうピーッと来て、俺、残金ね。残金21万2605円。これ時間も書いてあるでしょ。ね。で、こう行って、バーッと行って、ここに40万と50万の書いてあるでしょ。差し押さえって。で、検査貸してくれるんですか?はい。本当ですか?貸してもらってもいいですか?はい。俺は結構返しますよ。遅れた分はちゃんと利子、利息払いますから。俺とね、お金のトラブルあった人いないから。引っ越すときとか俺に言って。家買うときね。そしたら返せるじゃないですか。1億円くらいのやつ買ってもらえれば、ね、手数料だけでも300万くらい入るから。それ返せるじゃないですか。2000人の人から一口10万円で2億円くらい集まれば、俺はね、結構不動産とか楽じゃないですか。だからそこを目指してるんですけど、今ね12人の人しか貸してもらえなかった。であとね6人ぐらいの人が小口でもう返さな、圭吾さん返さなくていいですよっていうことで振り込んでくれたんですよ。それで120万ぐらいかな、皆さんにが貸してくれたり、スパチャいただいたんですけど、もうそんな感じで、その時を狙われましたよね。